マイコープ文化は、紀元前3700から2500年頃の青銅期時代に、ロシア南部に栄えた高古文化である。範囲は、ケルチ海峡に臨む、マオ半島から、現在のダゲスタン共和国国境近くに及び、クバン川流域、ほぼ現在のアディゲ共和国を中心としていた。アディゲ共和国の首都マイコープで発見された応募から命名された。 このマイコープフンボは1897年に初めて発見され、金、銀製の遺物を花肌豊富に服装していた。カフカス山脈をまたぎ、アナトリア東部に及ぶクラーラクセス文化とほぼ同時代でこれから影響を受けていたと見られる。北と西にはやはり同時代のヤムナ文化があり、またすぐ北にはノボチトルフカ文化があって領域的に重なっていた。 特に縦穴とその上に乗ったクルガンという埋葬様式により知られる。後の埋葬様式ではクルガンに代わり席々が築かれた。この文化は装飾された青銅器を当時他に例がないほど豊富に伴う点で注目される。また金、銀製品もあった。その埋葬様式からまたマリア・ギンブタスのクルガン仮説に照らして、 この文化は、ポントスステップからカフカスへ侵入した文化の例として挙げられる。ただし、JP マロリーによればこの考えの評価は難しく、彼は、フンボの発見された範囲は、後に品王系民族がいたことがわかっている、領域に入ると強調する。しかしこの文化は少なくとも、原因王民族の子孫と、民族的、言語的に強いつながりを持つ、クルガン化した文化とされてきた。 この文化は、近くは、ミハイロフカ仮想文化やケミオバ文化と、さらに遠くは、球条アンコラ文化や、縄目分土器文化に結びつけられてきた。マロリーは、このような説は、推測的な部分が多く議論があることを強調して、お金ばならない。とはいえ、これら諸文化は少なくとも二つの伝統、すなわち、ノボスボボードな文化に育まれた地元のステップ的伝統と、 カフカスの南から移入されたとみられる外来要素とによって生み出されたということは認められる。と述べている。クバン側はほぼ全長にわたり、航行可能で、アゾフ海とドンカは、ドネツ川水系を通じやナ文化の領域への水上交通も容易である。マイコープ文化は、位置的に、ウクライナ中央部との交易に適している。異論の多い考えではあるが、陰謀後の現況を、 カフカス以南に仮定しているガムクレリゼとイワノフはマイコープ文化が陰謀民族が南カフカスあるいはアナトリア東部からステップ地帯の第二次元教へ移住する途中の中継地だったと示唆している。陰謀五族を北西高カサス五族と結びつける試みがあることを考えればより早期にカフカスに元教があった可能性も無視できない。2010年 クバン川と成地区の間の60マイル以上の範囲に渡り、200カ所近い青道記時代の遺跡が報告された。これらはすべて明らかに同じ建設計画によって建設されたもので、中央には楕円形の中庭があり、道路で結ばれていた。インサーチ・ョブ・ザ・インド・ユ n d o u l a JP マレリー・テイムズ・ハドソン、1987 ISBN 0-500276161-P233 からエンサイクロペディアオブインド、ヨーロピアンカルチャーマイコップカルチャーブロンズエイジシビライゼーションスポッテッド・イン・オールドフォトグラフスアソシエーテッド・フリー・プレスオクトーバー12-2010ありがとうございます